チャオ、あっちゃんです。最近この前録画出さないって言ったライブの録画出せとか出す、まあ子供のためもって出さないとかどうのこうのって言ってて討論になってて、結局みんなが見たいのってライブじゃないんでしょ。獣医さんの領収書でしょ。ねえ、そこだけ見たいだけなんでしょ。そんなもんに自分のね個人情報をぶち投げてリスクを負って3万円も出して見る人なんかいてないでしょ、ね、その程度にしか思ってなかったんでしょ。でもね、見たいのって結局領収書見たいだけなんでしょ。はい、じゃあ見せましょう、そこまで見たいって言うなら領収書出しましょう。別に嘘でも何でもない、ちゃんと獣医さんのところに行って、診察してもらって爪ちょっとだけ切ってもらって、領収書もらってきました。その領収書バッチリ見せましょう、ただね、ゴミに捨てちゃったから、ゴミ袋、この前ゴミに捨てたんがね、この前なんよ、正直言いましょう、8日なんです。ライブやったんが8日の晩やったかな。だからまだゴミ袋の中に入ってるはずなんです。まだ捨てに行ってないんです。はい、今日行くはずやってんけども、ちょっと朝からバタバタして行けませんでした。ということで、ゴミ袋を漁れば出てくるはずです。そこまでみんなが見たいなら見せましょう。ただし今回も有料にします。500円です。で、その500円何に使うか、それはピュアちゃんにおもちゃとか おやつとか何かを買ってあげます。少しね。で、残ったお金は動物愛護団体に寄付させてもらいましょう。そんな感じで有料にします。あっちゃんはそこで儲ける気はないって最初から言ったから、まあこの動画に CM、 この動画じゃうわ、その有料動画に CM、 この動画つけるよもちろん、でも CM 動画に、 CM 動画じゃ、もう何言ってんねん、その領収書出す動画には CM をつけません。そこで収益じゃなく、一律500円、のあれをしましょう、有料にして、でそれをみんながピュアちゃんのためを思って言ってくれてんねから、ピュアちゃんに、そして動物愛護団体、そういう動物をね、大事にしてくれる人にみんなから寄付してあげてください。ということで、あっちゃんはピュアちゃんと動物愛護団体のために使わせてもらいます。だからそこは有料でいきます。なんでかって言ったら、前回有料3万円した時に、いや3万円払ってもピュアちゃんのために見ようかなって考えてくれた人もいてるはずです。だからその人の気持ちも組みたいし、で、やっぱりペットのことを大切に思ってくれてる人がいっぱいいてるから、500円っていう課金を加えます。はい、ということでね、有料動画にして、でもちろんレポートが来る、やったことないか分からへんねんけど、多分ね YouTube から来るはずなんです。で、来たらそれでいくら集まりましたって、でピュアちゃんにいくら買いました、残ったいくら寄付します、ちゃんと動画で撮ります、全てみんなに報告します。で、ここでまだ不安なことがあったらコメントください。で、こういうところまで見せてって言ったら、全てそこもオール、動画で撮っていきたいと思います。そんな感じで、そこまで疑われたら、あーちゃんも女や女の意地を見せましょう。はい、どこまで人をね嘘つき扱いしたら気済むねんと思ってきたからさ、ちょっとカチッときたとこもあるんよ。だからそうやったら正直見せようよ。その代わり、ちゃんと謝罪してね、自分が間違えてたと思ったら、まあ謝罪別にいらんけど、あーちゃんもせえへんからまあそんなんどうでもいいけど、その代わり、その領収書を見るためにピュアちゃんと、世の中のねかわいそうな動物たちに寄付してあげてください。あっちゃんはその仲介します。はい、で寄付させていただきます。こんな感じで、今まだ平井に行ってないのよ。とりあえずこの動画上げとこう思ったから作りました。で、この後ちょっとゴミ袋を捨てるまでに探してきます。10段袋あんの。10段袋から探し出します。1袋目で見つかったら嬉しいねんけどな。ということで行ってきます。とりあえずこの動画だけ先上げときます。またね。バイバイ。